皆さんこんにちは、吉丸でございます。2020年の1月1日水曜日でございます。まあ、動画のアップのタイミングがいつになるかわからないんですが、とりあえずお正月にね、収録をしております。まあ、ガチャですよね。今回どうしようかなと、本来だったら名竜の槍を確実に2本狙っていきたいんですけれども、次名竜来るのも少しやっぱり間が空くかなっていったところで、正直本当にもうこれがもう喉から手が出るほど欲しいみたいなのがないというかね、もう本当に槍一点狙いしている状況なので、今名竜の本当に槍次第で黄金竜のその覚醒やら錬金やらも輝くかどうかだと思うんですよね。特に名竜来たら青スキル S で来そうな気がするので、なので僕はちょっと槍は覚醒にしておきました。最低限ね、名竜荷積みできれば、ね、超越荷積みは本当に便利なんで、どうしようかなと。勇者剣も1本しかないし、ただやっぱハンマーはね、魅力的ですよね、これね。で、せっかくお正月で何もガチャ引かないっていうのもね、あれだから100連だけ、110連ですかね、名竜とりあえず引いていこうかなって思います。特に名竜って本当に僕あんまり持ってないから、モチベを上げるためっていう意味もあるかな。はい、よし、じゃあ行きますか。で、ステップアップじゃなくて、もう無償のジムの方で、10回分引けます。じゃあまずは11連目来い。あはは、やばいぜ、やばい、止まった。なんか名竜来たから、これ惜しい、ハンマー来た。ちょっと待って、本当これ、いやびっくりした。でもこれ1本出たらもう1個出さなきゃいけないじゃんってなっちゃいますよね。いきなりのハンマーか。よし、じゃあ22連目2回目でいいですかね、もうね。よし、いきます。来い、もう一個。なかなか難しいですね。次3つ目、33連目よし。対象出なかったね、光ったんですけれどもね。あとね、やっぱりそのなんていうかな、桃屋ポイントも欲しいっていうのはありますね。今武器進化玉出てますから、結構ね。来い、止まった。何か名竜だとは思う。ほとんど持ってないんですよ僕、名竜。あれ、ちょっと全然違うんですけど、キャプテンコート上持ってない。そっか、よっしゃ、44連目いきましょう。福引きもありますからね、そこでもなんかこう当てていきたいなっていうのありますけれども、いやー、なんか今一瞬止まったぞ。止まるときあんま良くないんだよな。来い、止まった。なんか名竜だとは思う。いや、ちょっと待って、いや結構やっぱ持ってないですね僕ね。あんま引いてないからな。なんかちょっと一回断ち切るわ。でもちょっとハンマー一個当てちゃったらやっぱもう一個欲しいですよね。ステップアップ、要は優勝分も残しておきたいので、全部っぱはしないです。はい、いきます。ちょっと待ってね、このタイミングっていうのがあるんだよな。来ない、来た。何か名竜来て、爪か。いやー、でもこれさ、やっぱ槍が出てくると一点狙いきつくなるんですよね。だから槍はステップアップで狙うっていうのもありけど、
なんじゃ、おー、縦は欲しかった。うん、縦は嬉しいですね。あと5回分ですね。もう一度引く。いやー、どうしようかな。ハンマー出るまでは狙いたくなっちゃうな。来い。なかなか対象が出ない。そのまま行くか。あと4回か。登って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 来い。あ、やば、途中しかないよ。いやー、終了しよう。1回あと 1,2,3 回か。うーん、どうしよう。ステップアップで槍を狙う戦法もある。だから槍が大当たりっていう保証もないんですよね。うん、であればっていうところも考えたいよね。敷くか。今これ88連目ぐらいですかね、多分。来い。いや、マジかマジか。いやー、これ流れ良くないな。あと2回。出ないでしょう。でも対象そんな出てないですね。しかもね、いやー、苦戦してるな。勇者剣も1本しか出てないと。多分800から1000はやったと思うんですけれどもね、なんかそんな感じになりそうな気がします。いやー、ちょっとね、まああと2回は引きます。100連はやりましょう。お願い。盾がもう一個。ハンマー来て。これ知力？いや、持ってないんですね、結構ね。いやー、マジか。そのモチベをどこにぶつけるかだと思うんですよね。5周年ですから、もう星ドラ。まあ一旦もう100って決めてるんで、そこまで引いてどうするか残り考えます。来い。ハンマー。いやー、止まっちゃった。止まんなくていいよ。あー、でも頭は今後ね、うん、何かあった時のために一応あってもいいかなと思いますけれどもね。コンボキャノンも欲しいんですけれどもね。よし、ちょっと一旦切りますね。はい、分かんない、ちゃんと正確に100やったか分かんないですけど、多分そのぐらいはやったかなと。ハンマーは1個出ている。次のステップアップはもうこれパワーアップしてもいいんじゃないかなと思いますけどね。1点狙いきつくなるから、こうなんていうのかな、結構これ重いもんね、このステップアップね。ただやっぱり11連っていうところを考えると、無償で当てていくのって全然ありだと思うんですよね。そこなんだよな。そうですね、まあ1個当たったんで、ハンマーあとどうしようかな。まあ最大100連まで、引きます。で、途中でハンマー出たら終わりにしようかな。まあ要はそうですね、もう槍は性能見てみないと分かんないんで、一旦ここでもう確実に使えそうなハンマーを狙っていきたい。お願いします。来た。よし、終わった。あと次の僕の目標は体上も当たった。まあ結果オーライですね。何連、だから110ぐらい出てました。ああ、ちょっと連になった。
いやー、なんとかハンマー2個は出てくれたと。で、これ貫突は作れるので作っちゃいましょう。やっぱね、すぐ即打ちできるのはでかい。で、無属性っていうのは結構僕好きなんですよね。どこにでも持っていけるっていう意味で考えると。はい、ということでですね、まあ今回どのぐらい対象が当たったかっていうのをね、倉庫見に行きたいんですけれども、その前にですね、明竜の衣上に関してちょっと雑談をしたいなと思います。このアルバナムボディに関して、まあ4人で着ていけば相当無敵だぞっていうか、まあ強いぞっていう今何話っていうか噂があるみたいで、まあその辺なんですけれども、最初の僕のレビューは結構厳しい意見を言ったんですよね。まあ厳しいっていうか 25% っていう確率が、まあ、やっぱり運に左右されすぎちゃってるんじゃないかなと。でもちろんこれ4人着ていけば確率は増えるから、すごく戦略的には、一つの戦い方として確立はされるとは思うんですけれども、言ってもやっぱり確率かなって思うんですね。ただそうですね、もう何回もチャレンジする前提であればいつかはこれがずっと発動してもちろん勝つっていうのもあるのかなっていうふうには、まあ、確かに思ったりはするんですね。でこれね、まあ一応当たったんで一人でぼちぼち反撃あるところとか言ってたんですけれども、まあ、案の定一人だと、まあ、発動する時もあればしない時もある。どっちかっていうと、まあ、しない時の方がやっぱり多いですよね。 25% だから。4人で行った場合ね、もうほとんど発動するっていうようなもう条件が作れた場合は、そうですね、なんか魔王級とかかなり攻略していけるのかなとは思います。ただそれでもやっぱなんていうのかな、雫投げたりとか、まあ、回復は最低限必要だから、そういったなんていうのかな、もう打ち合わせというかなんていうのかな、あまり衣上に頼りすぎていっちゃってもっていうところだとは思うんですね。でそもそもまだこれ新しい装備で、やっぱりソシャゲは最新装備が一番人気というかね、検証もされるだろうし、新しい装備をかぶっていきたいっていうのはあると思うから、もちろん次のなんか体上でいいのが出るまでは、まあ勇者上とかこの明竜衣上っていうのは着られると思うんですけど、まあ勇者の何衣上ってさ、まあ、1人でももちろん確実じゃん。これはやっぱ3人4人前提になるから、そこがハードルが高いっていうことで、まあレビューしてる時も確かに4人来たらどうなるんだろうとは思いながら話していたんですけれども、言っても、ね、その環境を作れる状態ってハードル高いと思うんだよね。グルチャに入っていて必ずそのね、持っている人と、まあ今回じゃあ衣上で行ってみようっていう人がいないとなかなかできない。それかソロで、まあ、3つ当たったっていう人しか現状できないじゃないかなっていうところでは、まあ次またね、明竜装備が来て本当に衣上たくさん着る人が多くなってきたら、まあいろいろと本当に攻略されていく可能性っていうのはあるのかなとは、思いました。でもそうね、想像できるのはもう本当に何もせずに楽に勝てるっていうようなやっぱりイメージで、まずこれは人それぞれ価値観が違うんですけど、まあ楽して勝てるっていうようなやっぱ印象ですよね。なのでそれも戦略のうちの一つだと思うんですけれども、楽しいかって言われると、どうなのかなっていう疑問はやっぱり残ったままですね。であとはその半年後1年後も、まあ、例えば4人編成が流行ったとしてずっと使われていくかっていうところはちょっと見てみたいなっていうふうにはね思います。例えばスパパラとかね、ずっと使われてきましたけれども、まあ、シールドブレイクですね、ガード外されるっていうような戦略で、まあ、最近はあまり見なくなったっていうのもあると思うんですよ。もしこれが運営さんの想定している以上の威力で、まあ、本当に修正入れないといけない、僕はないと思うけどね、それはね、修正レベルだったとしたら、まあ単純にボスが反撃の時に単体攻撃にすればいいとか、ボスの方の調整で済むことだから、特にこの装備に関して、まあ以前あった云々みたいなことはないと思う。それは当たり前の話で、
こんぐらいの装備を出すってことは、そりゃ何検証してるでしょ。4人で行ってみたらどうなるかってね。それでもまあこのぐらいだったらいいんじゃないかって運営さんが出したパーセンテージが 25% だと思うんですよね。なのでまあ本当にぶっ壊れすぎているとか、これも本当修正されるレベルじゃないかっていう話がもしあるんだとしたら、そこはまあ運営さんはもうテストしていると思います。これテストしてないとしたらもう大問題だから、修正はないと思うんですよね。でもしも運営さんの想定以上に本当に効果が出すぎているんであれば、今言ったようにそのゲージ反撃が単体になってくるとか、それか回復できなくても本当に一発致命傷を与えるとか、まあそういったことなんじゃないかな。だから今現状の魔王級はまあほとんどもこれで倒しちゃっていいですよ的なところでぶっ壊れ、本当のぶっ壊れを出したっていう可能性はあるけれども、まあ本当に最初のレビューの話をすると、まず前提としてコルム上をやっぱり3人4人は、まあ3人よりはもちろん4人ですよね、全員来てくること、このハードルがそもそも高いっていうことは思うんですね。あとはその4人持ってたとしても、その戦略で戦いたいかどうかっていうところもあるし、そうですね、なんかそこはうまくグルチャに入ってちゃんとこうね、打ち合わせできるような環境にないと、なかなか4人編成衣上っていうのは今現在はできる人は少ないのかなっていうふうにね、思います。あとはまあそうね、いろいろとこれから検証もされていくと思うので、まずは様子を見るっていう感じじゃないかな。僕としての評価は変わらずですかね。すごい装備だとは思うんだけれども、そのうち、着なくなっちゃうんじゃないかなと、まあ今だけかなっていうような感じはしますね。まあこれが大いにもちろん外れる可能性もあるので、半年後とかね、1年後このこれも上が一体どうなっているのかっていうのは、まあ楽しみにね、ちょっと見てみたいかなっていうふうには思いました。はい、ではですね、今回のガチャで出たものをとりあえず見ていきましょう。まあ対象としては命流、まずハンマー、これが一番の何と言っても、お土産でした。ありがとうございます。ね、これはもう貫突を作って命流鉄槌を、まあ、S に入れていこうかなと。まあ今後錬金覚醒の部分をもう一本ね持っておかないとっていう抜き出し用ですかね。錬金のですね、特に。それから衣上ね、アルバナムボディがどれぐらい使えるかですけれども、まあ耐性がねないところが若干気になる。でも最大 HP50 はでかいですね。これもまあちょっと使ってみようかなと。で帽子は嬉しいですね。まあ僕あまり呪文職ってやんないんですけれども、まあ今後テコ入れてもっとされていくと思いますのでね、この辺も楽しみだなと。そして盾は嬉しかったですね。オートシールドは何気にやっぱ便利かなって思い、オートシールドじゃない、これか、全属性ダメージ軽減ね。まあ汎用的にすごい使えますよって言ったところですか。でまあいろいろと副産物の中で、あとこれね、数5とか書いてあるキャプテンシールドとかっていうのは多分前のも含まれていると思う。今回のだけじゃないかもしれない。名竜だけはまあ今回の対象ですけど、で爪ですね。ではですね、まあ2020年始まってまだいろいろな動画を撮りたいものがあるので、まあ黄金竜の槍も覚醒錬金来たから、黄金竜の槍だけの雑談とかもね、まあ興味ある人だけ聞いてもらえればいいんですけど、やりたいので、よければまたねチェックしていただけたらと思います。では、吉丸でした。ハンマーもね、なんかこう面白い使い方とか、あれば動画も撮りたいなと思ってますので、よければそちらの方もチェックしてみてください。ではさようなら。